債権者集会で、うん、なんか裁判長、うん、になんか問われたら、うん、ゴニョゴニョふざけんなって言われて、ゴニョゴニョふざけんなって言われてた大津彩香さんですけど、うんうん、今日 X 見たら、うん、何も言ってないの。え、何にも言ってない。え、第1回債権者集会の時はさ、うん、休んだやん、うん、欠席してるくせに、うん、その債権者集会中にごちゃ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 長文でなんやがんやなんやがん言ってたやん、うん、覚えてる。うん、ありました。あれも債権者集会のやってるその時間帯に、うん、もうなんかどうのこうのどうのこうのって言って長文を何個も何個もさ連発してたやん、うん、だったら来いやいう話はな、債権者集会出席しろや、だったらそんな言いたいことがあるんやったらよっていう感じやったんやけどさ、うん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 、たくせに、うん、まあ、今回は出席したからかな、まあ、言う必要はないのかな、うん、にしてもで出席したら出席したでゴニ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 って言ってんやろ、うん、なんか言ったったらいいねな、いつも言ってるように立花氏の 3.5億円がとかさ1000万円のドッグランがとか言ったったらよかったんだけどゴニ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 言ってたらしいよ、うん、ちなみにその第2回債権者集会にあんだけ大津さんが言ってた立花さんの 3.5 億円の話とかさ、うん、1000万ドッグランの話なんでこれっぽっちも出てこへんだらしいけどね、関係ないことやねそんなもん、そもそも関係ないねそんなもん、そんなもんないの、そんな問題はそもそもなってことないけどさ、でさ、うん、X で何にも言ってないわけそのことは、うん、で片やスレッズを見てみると、うん、これ7時間前ってなってるから今の時点で、今日の話はな11月20日20日の話なんやけど、うん、とある議員に会いに出張でーす、また出張かよ出張好きやな、いや金返せ言われてんのにさ、うん、また出張で金使うの、うん、でとある議員に会いで、なんで報告するのかな、いちいち報告するよね、うん、なんかね、これ債権者紹介があったのにさ、うん、で出張ってまだ金使ってんのけって思われるだけやんな、本当だ、もう俺が債権者やったら、え、また使ってんの、どこに出張か知らんけど、出張は言うぐらいやから、うん、大津さん東京に住んでるからさ、うん、まあ結構な距離のとこ行ってるってことやな、まあ、うん、まあ、関西とか、うん、九州とか、うん、かもしれんよね、海外、あっあれあれあっあれドーバイドバイに出張なのかな、あれねドバイに半永久的に出張するつもりなのかなあれこれ立花さんもあれ 俺のインタビューの中でも言ってたような気がするんだけど、うん、海外逃亡もありえるって言ってたから立花さん十分あドバイですかって言ったらもう全然ある全然あるそれ動画の中で言ったと思うんだけどまたそのうち上がると思うんですけど、うん、ドバイですか、ね、このままドバイでかなパパと犬とで何気なく暮らさないかなんか実現するのかなそれがほんまによその替え歌もあげなあかんな替え歌もあげていかなあかんなサボってるわ替え歌あげるの忘れてたわそんな替え歌をあげるという概念を、まあ、それはいいんですけどでな怖いなと思ったのまずさ債権者集会のことなどなかったことのようにさいわゆる議員に会いに出張でーすって言ってるのも怖いやんし俺が怖いと思ったのがまあ支持者なんやろな、まあ、さ能天気にさまず大津さんも債権者集会のことに全然なかったことのようにしれーっと司令でトエル議員に会いに出張でーすって言ってるし、うん、支持者もそんなことなかったかのようにさ、うんうん、おはようございます雪一日になりますようにとか、うん、おつさん応援してるよ、うん、なんか楽しみ彩香投手今日 X から撤退してみたらブルースカイに移住してみたら何言ってんのこいつ何え、うんうん、今日 X から撤退してみたらブルースカイに移住してみたら何日本語がおかしいですよかった心配してたよ元気ならよい彩香さんは正義丸罪人は N シーン負けるなうわ完罪人は N シーンとか言ってるよひどいな、うん、朗報を期待しておりますどこが朗報やねんな別になえ何が朗報えとある議員に会いに出張が朗報なのまあそれはええとしてさ
まあ破産状態でもさ政治活動するのはご勝手やから別にすりゃいいと思うけど、うん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 、朗報かこれ別に、なんか債権者集会でのもう終わった大津彩香終わった状態がなんか覆るわけでも何でもないし、うんうん、何も朗報じゃないと思うけどな。で関西人は N 神とか言ったけどさ、うん、ほんまだからな頭が急なんやなこいつらな、うん、え関西人に公平性はないって言ってるようなもんなの、うん、朗報を期待しております、お気をつけていってらっしゃいませと、昨日はお疲れ様でした、寒いので暖かしていってらっしゃいませ、鹿児島も寒くなってますので風邪などひかれないように気をつけてくださいと、ね、鹿児島なんか関係あるのか、うん、ようわからないです、うん、なんか怖くね、怖い、なんか怖いよね、俺の怖いって言ったこと分かってくれる、うん、なんかこの何事もなかったように、あだって師匠、うん、なかったんだよ。どういうことや。だって綾香法で住んでる人たちだからなかったね。ああ、だから日本国の、うん、日本国の法律、うん、まあ、民法やろなこの場合、うんうん、まあ、刑法も関係あるかもしれんけどさ、うんうん、日本国、日本、うん、日本国憲法に基づいた、うん、民法および刑法、うん、まあ、関係ないんやなこの人らには。だって法律が違うもん。でも綾香法で動いてるからな、はい、でも怖くね、怖い怖いですよ。そう思わないと怖い。怖い。そう思わないと逆に怖い。怖いの。なんなんこいつら。その大津さんはさ、ああいう人だからさ、まあなんかて、なんか別になんか気に、ほんまに気にしてない可能性もあるよね。うん、昨日のこと、債権者集会のこと。はあ、まあだるかったわーって。あいつらなんなんとか。関西にも裁判長も債権者も立花も村岡もなんなんあいつらだるかったーって。なんとかやり過ごしたわとか思ってそうやほんまに、うん、もう別に関係ないし大丈夫だし別に逮捕とかないしとかそんなこと私に起こるわけないじゃんって、はいはい出張出張みたいな思ってそうじゃないほんまに。司法に従いますはどこに行ったのな、うん、知らねえ知らねえとかだからやっぱり法律が違うんだって。誰かが何とかしてくれる、もう誰かが何とかしてくれると思ってそうじゃない、うん、パパがとかでも具体的な、なんか別になんか誰か何とかなる何とかなるとかさ思ってそうで怖いよね、うん、怖い。それに何ちゅうのかな、追従するかのようにこの支持者だもん、うん、なんかな、うん、何なんこの世界、綾香ワールド、はい、いつは綾香ワールドイッツなのかザッツなのか分からへんけどさ、イッツ綾香ワールド、はい、怖いよ怖い、マジでなんかこううっすらうっすら寒いっちゅうのなんちゅうのかな、こういうのほんまにうっすら寒い、こいつらキモいよほんまにさ。でもさ、なんかいろいろ見てんだけど、いわゆるあえて子供 X の方ではさ、はい、おとなしくね、だから、うん、ちょっとまた気づき始めたんですよ。何をや、連合の皆さんの中でも、うん、まだこうなんて言うんですか、うん、その度合いというかレベルが低いというか、あ、深度が薄いやつ、はいはい、は気づいちゃったんですよ。あ、これ終わったってそう、早かったん終わったって気づいたやつ、何でしたっけ、抜けてこでしたっけ、師匠が前に出てた、また抜けてこが増えていくんかな、じゃないかなと。いやいや、とある議員に出張はいけだよ、うん、怖いな、はい、怖いからほら寝る今のはカリルパン三世カリオストロの城の次元のセリフですけどね。以上です、はい。日本で一番嫌われ